売れてます。あ、ギマで、ギマ釣れてます。ギマです。なんか釣れてる。あ、釣れてる。あ、取られた。抜けた。抜けちゃった。はい、釣れてない。あ、ハゼでもでかい。まあ、ハゼでかいハゼ。これ1年ものかな、去年のやつかな。でかいハゼが釣れました。マハゼですね。マハゼです。おお、なんか釣れてます。なんだろう。あ、ダブルだ。やい、これはチンタカダブル。あ、キビレとクロダイ。クロダイだね、これ。クロダイとちっちゃいキビレ。あれ、ハゼいないか。そんなことないよね。クロダイです。ハゼです。キビレです。はい、キビレ。この方が多いですね。この方がキビレです。はい、今度はハゼです。あ、ハゼです。あ、キビレでした。キビレです。またキビレです。キビレです。はい、ハゼです。ハゼです。うわ、こんな風にですね、誰かの、どなたかが捨てた仕掛けですかね、これが針に ついてきました。どなたか分かりませんけども、釣り場を汚さないようにして考えてもらいたいものですね。うわー、すごい引っかかっちゃった。まあ、今回は私がたまたま発見したんで、これは私は自宅に持って行って処分したいと思います。本当ね、同じ釣りをですね、楽しむ仲間としてですね、仕掛けをですね、捨てて帰ることがないようにしてもらいたいですね。いたはい、ハゼです。ハゼが釣れました。あ、生後の赤ちゃんが釣れました。キビレです。痛い。はい、ありがとうね。ダブルッチョが来ました。これはハゼとキビレです。
ハゼとキビレイのダブルッチョです。これで、あ、落ちた。あ、全然強く。うわ、生後の赤ちゃんです。はい、キビレです。なんかキビレが入れるい。うん、ハゼです。あ、キビレです。はい、ハゼです。ハゼが釣れました。またもやキビレです。キビレです。はい、キビレです。はい、でキビレでした。キビレじゃないか、生後か、生後のちっちゃいやつです。はい、なんだこれ、すごいでかい。ハゼ、これハゼだね。これなんで、めっちゃでかいやん。え、これこれ、どでかくない？なんか、こんなでかいハゼ、初めてよ。初めて。ぐるぐる回っちゃってたんだ。うん。これは年を越したやつかね。そうだね。1年2年もんとかってやつ、これは貴重な主だね。でかい、でかい、でっかいハゼが釣れました。すごいね。針がこんなちっちゃく見えますね。おう、ボディアタック、でっかいっすもん。手のひらよりでかいっすもん。すごいでかいね。ハゼです。でっかいハゼ釣れました。